カサンドラ・ウィルソンはアメリカミシシッピ州ジャクソン出身の女性ジャズ歌手、シンガーソングライター。1996年度2008年度のグラミー賞、最優秀ジャズボーカルアルバム賞の受賞者。1990年代を代表するジャズ歌手の一人として評価された。レパートリーは広く、ジャズやブルースのスタンダードナンバーからポップス、ロックまで歌う。自作曲も多い。 ブルージーな性質で女性としては非常に低い性域を持つ。音楽スタイルはスウィング、ファンク、ボサノバの影響を受けている。父のハーマン・フォークス・ジュニアはサニー・ボーイ、ウィリアム・ソン・ツーやジェリー・マッケインの録音に参加したこともあるベーシストで母はミシシッピ州で学校の教師をしていた。カサンドラはジャクソン州立大学でマスコミュニケーションの学位を取得した。 1980年代初頭、ジャスミンというニューオーリンズのジャズバンドで活動し、アルバム、トロピカル・ブリーズの録音に参加して初レコーディングを果たした。その後、ジャズにアフリカ音楽などの要素を取り入れて発展させようとした音楽家集団、M ベースコレクティブの一員として、インディーズの JMT レーベルで活動し、1986年にソロデビューした。 1990年代初頭まで M ベースコレクティブ人脈との活動を続けた後、1993年にブルーノートレコードから発売したメジャー第一作、ブルーライトティルドーンが高い評価を得る。1996年に発表したアルバムニュームーンドーターで初のグラミー賞受賞を果たす。1999年マイルス・デイビスに捧げられたアルバム トラベリングマイルスを発表。ウィルソンはタイム誌2001年7月9日号においてアメリカズベストシンガーに選ばれソウルフルで官能的かつ叙情的であり彼女は偉大なジャズボーカリストたちの伝統を引き継いでいると評された。2008年のアルバムラバリー恋人のようにはグラミー賞最優秀ジャズボーカルアルバム賞を受賞し自身2度目のグラミー受賞を果たした。 2014年にレガシーレコーディングスへ移籍し、2015年にはビリー・ホリデーのレパートリーを取り上げたトリビュートアルバムカミング・フォース・バイ・デーをリリースした。ありがとうございます。